続いての質問です。高藤洋一の実の父親と育ての父親は面識があると思いますか育ての父親が高藤の目の前で実の父親の悪口を言っていたので。 なるほど面識はないと思います。これは高藤少年の事件簿でのちょっとした回想シーン的な描写のところでしたっけね。その辺りで悪口言っていたシーンが確かあったと思いますけど実の父親と育ての父親は面識はないんじゃないかなとむしろ面識がないからこそ育ての父親は高藤陽一の前で実の父親の悪口を平然と言えたんじゃないかなって思うんですね。これは例えるるなら続き瑞穂を育ててて引き取っている五木介が瑞穂の父 父親の続き哲夫の悪口言ってませんよねそれと逆のパターンなのかなって思うんですね。だからそのあたり、高藤陽一の人生を振り返ってみると、実の父親と育ての父親に関する部分で、また何かわかることがあるのかもしれないなと思うんですね。ただ、高藤陽一の母親、近宮玲子と高藤の育ての父親は面識あるとは思います。 まあこれは人によってはね、そりゃそうでしょって思う人がいるかもしれませんよ、ね。義理とはいえ父親ですし、高藤の実の母親と面識あるに決まってるでしょって思う人がいるかもしれないです。でも逆に高藤の登場シーンを軸に考えてみると、高藤陽一の育ての父親と結婚関係にあるはずの近宮玲子は、なぜか家族との生活を送っていないように読み解けると思うんですね。そして日常的にマジックショーの仕事に明け暮れていた描写が見られると思います。 その辺り当チャンネルで今後は「まあ、高藤陽一まとめ」っていう動画をね作ってみて高藤や彼の周辺の情報を探ってみる機会があれば理想論としては考えてますけどね理想論ね。